はいどうも皆さんこんにちは。今回は浜口おさち内閣についてお話ししていきます。前回の動画でお話しした田中義一内閣は張作霖爆殺事件の処理に失敗して総辞職、政友会がダメだったので民政党に政権が回ってきます。こうして民政党総裁の浜口おさちが総理大臣になったのですが、彼は東京駅で狙撃され死亡。一体なぜ彼は殺されてしまったのでしょう。ということでまずは浜口おさちとはどういった人物なのかというところからお話を始めていきましょう。浜口おさちは土佐の国、現在の高知県で生まれました。成長した浜口おさちは第三高等中学校に入学。ここで生涯の友となる重原喜十郎と出会ったのです。その後東京帝国大学を卒業した浜口おさちは大蔵省に入り、官僚としての道を歩み始めるのですが、当時逓信大臣をしていた後藤新平が浜口を部下にしたいと考えて逓信次官就任を要請。こうして浜口おさちは政治の世界に足を踏み入れました。しかし当時の内閣は第三次桂太郎内閣、大正政変によってたった53日で崩壊し、浜口おさちは辞職に追い込まれてしまいます。その後桂太郎が立憲同志会という政党を結党すると、浜口おさちもそれに入党。以後立憲同志会が憲政会、憲政会が立憲民政党となり、浜口おさちはその初代総裁となったのです。そんな時に田中義一内閣が張作霖爆殺事件の処理に失敗して総辞職。こうして立憲民政党に政権が回ってきて浜口内閣が成立しました。そんな浜口内閣は成立してすぐに10個の政治方針を発表します。当時の国民は政党政治は腐っているという不満を抱いていたため、政治を公平で不正のないものにして国民の信頼を取り戻すために規律を正しくしようとしたのです。そのために日本は中国との親交を増進し、軍縮を促進して列強との関係を改善する、その上で経済関係の強化を行う、そして福祉にも貢献するとしていました。この方針によると財政と外交が重要になってきます。ということで大蔵大臣には財政のエキスパートで元日銀総裁の井上順之助、外務大臣には外交のエキスパートで協調外交方針を持つ重原喜十郎を任命し、混乱している財政と外交の解決を目指していくことになります。財政の目玉に据えたのが金解禁、外交の目玉に据えたのがロンドン海軍軍縮条約の調印です。順番に見ていきましょう。まずは財政についてです。この時の財政で重要な言葉に金本位制という言葉があります。銀行にお金を持っていけばいつでも金に換えることができるし、逆に金を持っていけばいつでもお金に換えることができるという制度です。そもそもなぜこの金本位制が重要かというと、経済がグローバル化したからでした。日本では円が採用されていますが、アメリカではドルが採用されています。となると国をまたぐ貿易ではいちいちお金を両替する必要があり面倒でした。そこで導入されたのが金本位制です。金本位制を導入している国同士であれば、貿易の際にいちいち両替をしなくても金を使えば取引ができるのです。このような事情もあり、世界の経済は金本位制で動いていました。しかし世界が一変する出来事が起こります。第一次世界大戦です。戦場となったのは主にヨーロッパで、日本はヨーロッパに物資を売って儲けていました。こうなると話が変わります。もしもこのまま金本位制を続けていたら、ヨーロッパの国々からどんどん金が流出してしまうのです。これはまずい。そう考えたヨーロッパの国々が金本位制を停止、わざわざ両替をして貿易を行うようになりました。そんな状況で日本だけ金本位制を継続していたら、今度は日本から金がなくなってしまいます。ということで日本も金本位制を停止したのです。とはいえ先ほども言った通り金本位制は便利でした。いつまでも金本位制を停止したままだと不便だし、相場が変動して安定しません。ということで第一次世界大戦が終わると、各国は相次いで金本位制に復帰していきます。当然これを見た日本は、我々も金本位制に復帰しようと考えます。しかし日本では第一次世界大戦が終わった後に戦後恐慌、関東大震災による震災恐慌、取り付け騒ぎによる金融恐慌といったように経済の混乱が続いており、金解禁を実施する機会を逃していたのです。しかもこれまで政権を取っていたのは立憲政友会。立憲政友会は伝統的に地方にどんどんお金を使っていこうという政策を取っていたため、お金を貯めて金本位制に復帰しようという考えはありませんでした。
ということで、立憲民政党の浜口長が政権を握ったこのタイミングで金解禁が実施されたのです。これで貿易がしやすくなる、貿易によって景気が回復するだろう、そう考えていました。しかしそのタイミングが最悪でした。アメリカのニューヨークにあるウォール街株式市場で株価の大暴落が起こっていたのです。暗黒の木曜日、世界恐慌の始まりです。こうしてアメリカ全土に失業と貧困がもたらされ、その影響は全世界に拡散。当時の日本にとってアメリカは最大の輸出国だったので、アメリカ経済が悪化したとなると輸出は激減してしまいます。それどころか逆に外国の安い商品が日本に流れ込んで、大量の金が海外に流出してしまいました。金本位制への復帰は嵐の中で雨戸を開くような結果を招いたのです。日本でも失業者が増えていき、労働者や農民は貧困化、借金返済のために娘を売る農家も出てきました。こうして国民の間には政党政治に対する不信感がさらに強まります。立憲政友会もダメだったが、立憲民政党もダメだ、浜口内閣には期待できない、そのような空気が広がっていったのです。それでは次に外交についてです。浜口内閣の外務大臣は中学時代からの親友の秀原喜十郎。彼は中国の内政には干渉しないという協調外交の方針を持っている人物でした。第二次秀原外交です。しかし一つ前の田中義一内閣では、中国に兵を出したり、中国東北部の権力者である張作霖を爆殺したりしていました。その結果、日本と中国の関係は悪化しており、かつてのように平和主義的な外交を行うことはもはや難しい状況になっていたのです。それでも秀原喜十郎は国際協調を目指して活動していきます。ロンドン海軍軍縮会議です。以前の動画でワシントン会議についてお話しした時に、主力艦、つまり戦艦や空母の保有制限をみんなで決めたと言いました。一方補助艦、つまり巡洋艦、駆逐艦、潜水艦などの保有制限については未解決で終わっていたのです。ということでイギリスの提唱によって、アメリカ、イギリス、日本、フランス、イタリアの代表により補助艦制限を議題とする会議が開かれます。これがロンドン海軍軍縮会議です。こうして主力艦建造禁止をさらに5年延長する、アメリカ、イギリス、日本の補助艦の保有比率は全体で10対10対7とし、大型巡洋艦は10対10対6とする、潜水艦保有量は3カ国とも5万2700トンとする、といったことが決定されました。このようにして決められた軍縮は多くの人々に支持されていましたが、全ての人に支持される政策はありません。この軍縮に不満を持った勢力がいました。海軍です。軍艦の量が制限されるとなると、当然海軍としては不満を持ちます。しかも当時の海軍はアメリカを警戒しており、もしもアメリカと戦うことになったら、大型巡洋艦の比率はアメリカに対して7割は必要と考えていました。ところが最終的な決定では対米6割に減らされていましたし、潜水艦保有量も減らされていました。こんなに減らされてアメリカが攻めてきたらどうするんだ、そのような考えだったでしょう。一度は納得して引き下がった海軍でしたが、この不満に目をつけたのが政友会でした。民政党から政権を取り戻したい、そう考えた政友会は軍と協力して浜口内閣を倒そうとし始めます。軍令部の反対を無視したのは重大な問題である、これは統帥権の甲板だと主張するようになったのです。さてここで出てきた統帥権という言葉ですが、統帥権とは軍の作戦を立てたり軍を指揮したりする権利のことです。それがなぜ問題になったのかというと、大日本帝国憲法第11条には天皇は陸海軍を統帥すと書かれており、統帥権は天皇のものだとされていました。しかも大日本帝国憲法第12条には、天皇は陸海軍の編成及び常備兵額を定むと書かれており、兵の量を決めるのは天皇だとされていたのです。ここで立憲政友会は統帥権を拡大解釈し、統帥権を補佐するのは政府ではない、なのに政府が軍の編成に関わる条約を締結しようとしている、これは統帥権甲板、憲法違反である、そう主張したのでした。とはいえロンドン海軍軍縮条約はイギリス、アメリカ、フランス、イタリアが関わっている話、日本の内部事情で条約を不成立にするわけにはいきません。浜口長は昭和天皇や西園寺金持ちといった強大なバックアップのもと条約をなんとか成立させましたが、その反動は大きく、これ以降軍部は統帥権の独立を理由に政府の軍事への介入を拒否するようになっていきます。次第に軍部への制御が効かなくなってきたのです。
しかも軍部から見てみると条約調印は日本の危機に見えます。政府が軍部の意見を無視して条約を結んだ。政党の力が強くなりすぎている。すでに政治を行う権限は天皇の手を離れ政党のものになってしまった。それどころか政党は統帥権すら天皇から取り上げようとしている。このままでは日本の体制が崩れてしまう。政友会と民政党による二大政党の支配を倒そうという考えが生まれ始めていました。この考えは軍部だけでなく生活に苦しむ民衆の中にも政党内閣への不信感が募っています。こうして日本国内には現状打破を叫ぶ軍部に共感する人々が増えていきました。そのような雰囲気が充満する中、浜口長が岡山へ向かうために東京駅のホームを歩いていたところ、銃声が響き渡ります。統帥権甲板問題や不景気を不満とした青年が浜口長総理大臣を狙撃したのでした。浜口長は直ちに病院に運び込まれ、弾丸を摘出する手術を受けましたが、その後体調は悪化していき死亡。民政党を引っ張ってきた浜口長はこうして凶弾に倒れ、協調外交路線は行き詰まってしまったのです。さて、いかがだったでしょうか。現役の総理大臣が暗殺されたのは原敬を含めて2人目。その時に立憲政友会から政権が変わらずに高橋是清が総理大臣となった前例により、今回も民政党から政権は変わりませんでした。こうして浜口長の後を継いだのは若槻礼次郎。第2次若槻礼次郎内閣が成立します。その第2次若槻礼次郎内閣でその後の日本の方向性を大きく変える事件が起こりました。ということで、次の動画では満州事変についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。